はい、どうも、バナナマンの日村です。今日はですね、横浜アリーナじゃなくて、新横浜に来てるんですけど、何来てるかっていうと、乃木坂のあれですね、テンスバースデーライブの、あれで来てます。はい。日産スタジアムか、そう。向かってね、歩いてるんですけど、日産スタジアムって初めて行くんですよ。で、どっか行くんかなと思ったら、新横浜か、なんかもう一個駅があったんですけど、でもそっからね、10分ぐらい、15分ぐらいかな。歩いたら着くっていう感じで、向かってます。で、これ着いた時ですね。はい、こんな感じで、天水屋の表示と、で、これがね、のぼりっすね。メンバーの名前と顔写真ですね。はい、こんな感じで。むちゃくちゃ人多いっすよね、ほんまに。着いたのがだいたい昼頃かな。1時、2時ぐらいやったと思うんですけど、むちゃくちゃ人が多かったっすね、なんか。他のライブ会場とかも行ってるんですけど、たまに。なんか、それに比べても異常なほど多かったっすわ、人。こんな感じで子供連れとかね、親子連れも結構多くて。そう。歩くのもね、結構なんかね、人よけながら歩いていった感じなんで、なんかね、いつものライブより多いなって思いますね。日産スタジアムって結構なんか、収容人数多いみたいなんですよね、なんか。スタジアムで結構何万人 ?4 万人ぐらい入るんかな ?4、5万人ぐらい多分入ると思うんですけど。なんかあんまりそういうでっかいところね、あんま行ったことないんですよ。自分。そういう会場っていうか、今までなんか、一番大きかったので、東京ドームとかっすかね。最近やと。が一番大きかったかな?ライブで。日向坂か。の、東京ドーム公演行ったんですけど、その時もなかなかやばかったっすよね。あの時はもっと動けなかったっすよ。もうなんか、なんて言うんすか。なんか、押しくらまんじゅう状態で、なんか誰か死ぬんちゃうっていうぐらい、なんかマジで、えげつなく多かったっすね。あの時は一番やばかったんで、それに比べたら全然、マシなんですけど、こんな感じでね、今、ドームの中か、歩道橋みたいなとこ歩いてるんですけど、こんな感じですね。で、あれがスタジアムか。ちょっと左上に見えていたあれがね。やっぱサッカースタジアムってむちゃくちゃ大きいですね。思ってたより。自分大阪なんで、なんか昔ガンバ大阪の、どこやったかな。パナソニックスタジアムか。なんか吹田にあるところ行ったんです。あっこも大きかったんですけど、あとはセレッソ大阪とかの、何?ヤンマースタジアムか。あれも大きかったんですよ。でもそれに比べたらなんか、もう一回りぐらいね、大きくて、なんか、むちゃくちゃでかいなと思って。見た感じ。そう。サッカーは別に僕好きではないんですけど、昔仕事とかの関係で、ちょっと行ってた時があったんですけど、こんな感じでね、あれポスターか。メンバーの顔写真とか、いろいろ飾ってですね。で、こっちもメンバーの顔写真ですね。天水屋仕様か。の洋服着たメンバーが飾ってます。こんな感じで。こっちはタオルっすね。はい。名前入りのね、タオルが飾ってあります。ちょうどこの時何やったって、中西アルノか、そう、がなんかいろいろごたごたがあって、なんかバタバタしてた時っすね、ちょうど。出演してたか。出たのは出てたんですけど、いろいろあって大変な時やったっすよね。僕は、中西アルノはなんか、嫌いとかっていうより、なんか顔見たら、あの人思い出すんです。元、欅の、平手友梨奈、そう。あれにすごい似てるんでね、雰囲気とか、見た目がね。だから、そっちをすぐ思い出しちゃうんですけど。さっきのあれ、なんかメンバーの、なんか、自筆ちゃう、言い方、なんか、メンバーが書いた似顔絵というか、コメントみたいなやつですね。で、これがスタジアムの前ですね。で、これが、スタジアムの、スタジアムがね、なんか、1個上か、2階みたいなとこにあるんですけど、そっから見た感じですね。で、こっちがあれ、なんかこれ、モニュメントとかなんかいろいろ、祝賀とかね、飾ってる方になるんですけど、この別のところで、なんかモニュメントとか、この祝賀のやつね、飾ってあるんで、そっちはね、若干隣っちゃ隣なんですよ。ちょっと歩くんですよね。で、こんな感じで、のぼりとかね、いろいろ飾ってるんですけど、すごいっすよね。なんか人気が。なんか昔、何年前自分。昔の時も多かったんですよ。全然それより、今も全然多くて、全然減ってないなっていう感じで。すごい人気やなって思ってるんですけど。
こんな感じでね、本当に。自分は今回祝がね、出したのは出したんですよ、一応。まあ、自分、遠藤さくらの、なんだっけ、生体院か、の方に入ってるんですけど、まあ、自分、乃木坂やったら遠藤さくらしかちょっと、興味がないっていうとあれなんですけど、うん。ぐらいしか応援してないんですけど、まあ、他の子も応援してるのはしてるんですよ。一番してるのは遠藤さくらなんでね、それで、そっからじゃなくて、まだ別のあれで出したんですけど、今回。ちょっとなんか風のあれか、ちょっとなんか台風、大雨かな、なんか、そう、雨が強くて、なんかちょっと祝がね、大きいの出したんですけど、ちょっと壊れちゃったんですよね。だからちょっとなんか、回収されててなかったっす。本当に、祝が出したのに回収されてるっていうね、うん、見れないっていう、なんかもう謎の状態やったっすね。他の人のやつ見てるっすね。まあ、こんな感じで、いろいろあるんですけど、結構祝がも高いんですよ、このお花ね。この小さいのやったらそうでもないですよ。1、2万か。でもこの大きいやつね。このこっちの。こっちがね、もう4、5万ぐらいはいくかな。だいたいざっくり。まあ安く見積もっても3万ちょいはするんで、結構かかるんですよね。これ、祝がね。うん、全然僕はお金っていうか出す派なんですけど。うん。まあこんな感じで並んでます。祝がいっぱいね。まあみんな綺麗ですよね。装飾とかなんか。飾りとかこだわってて、なんかすごいいいなって思うんですけど。で、こっちも祝賀っすね。はい。こんな感じでメンバーのやつがいっぱい並んでます。めっちゃ銀ちゃうん。まあ、綺麗っすよね。すごい。やっぱこういうのって出すべきやと僕は思うんですよね。まあ、いろんな人っていうか会社とか、まあ、いろいろ番組のあれとか出してるんですけど。やっぱね、こういうのは出すべきなんですよね。やっぱ、礼儀っていうか、僕の中ではですけどね。うん、だからこんな感じで、いっぱい出てます。結構ね、思ったよりすごい量出てて、やっぱみんな出すなっていう感じで、こんな感じでいっぱい出てます。2列ぐらいか、だいたい。そう。この端から端まで、なんかずっとね、出てるんで、もうすごい結構多かったですよ。思ってたより多かったんで。あります。祝賀とか出さないんですかね。みんなは。まあわかんないですよ。僕は出す派なんで、よく出してるんですけど、カンパとかね、集めて。まあ一人で出すのなかなか大変なんで、やっぱみんな委員会とか、なんかそのグループでね、出すのが結構多いんでね。こんな感じで、並んでます。これがね、自分らが出したやつかな。出したやつなんですけど、もうちょい、もう一個あったんですよ。でももう一個がなんか回収されてたんでね、このかけらっていうか1個だけになってます。で、こっちが、あれっすね、今までの10年間のなんか歴史みたいな感じで書いてます。これがね、さっき見てた乃木坂のなんかマークみたいなでっかいのあったじゃないですか。上から見た映像ね。それの横にね、こうやって書いてるんですよ。こうやって。歴史がね、10年間のなんか出来事とかいろいろね、卒業とか紅白出たとかレコード大賞取ったとかなんかいっぱいね書いてるんで、これすごいなと思って、なかなかアイドルのあれでなかなか見たことないなと思って、こんなでっかいの、あ、ちっか、だすごいね、すごかったっすよ。もうすごかったしか出てこないですけど、初めて見たっすわ、こんなでっかいの。みんな作るって言っても大体なんかね、紙1枚とかなんかそんぐらいなんですけど、こんなでっかいのなかなか初めて見たんですごいなと思ったんですけど、あとね、なんか地味に暑かったっすね。まあ涼しくなくはないですけど、やっぱりなんか微妙なとこやったんで、結構ね若干蒸し暑かったっすね、この日。はい、こんな感じで歩いてます。はい、こっちがね、写真かな？そう。10年間、9年間のやつになるんか、そう。の写真がね、ライブのやつがいっぱい貼ってます。結構懐かしい写真とか多かったんで、見てて結構面白かったっすね。懐かしいメンバーとか、いっぱいおって。自分、最初誰をしてたって。自分最初ね、星野みなみと、斉藤飛鳥を押したんすよ。ほんまの最初、1期生伊達の時。
そうそう、うん、バチ、あの、なんていうんですか、バチクソ可愛くて、マジで。まあ、自分ドリコン好きなんで、ドリコン、あの、童顔というか、ちょっと幼い系が好きやったんで、マジでアスカとかがドストレート、星野みなみも妹邸でマジでもう、超級ど真ん中やったんで、もうむちゃくちゃ推してたっすね、その頃。もう本当にすごかった。で、こっちがあれっすね、等身大のメンバーの写真か、ポスターというか、こんな感じで、全員並んでるっすね。これすごいなと思って。で、まあ、星野みなみを押してたんですよ。なんか途中で、堀美央奈が2期が入ったんですよ。そう、2期が入って、堀美央奈も押し出したんですよね、ちょうど。そう。で、こっちが上りですね。まあ、いろいろあったっすけど、うん、マジ可愛かった、でも堀美央奈。うん。今でも堀美央奈はなんやかんや好きっすよね。性格的にも。ってな感じでね。入りはそんな感じです。だから今は一応遠藤さくらだけですかね。押しての。結構減ったっすよね。昔はなんか握手会とか行ってたんですけど、なんかね、SKE か、SKE で認知されるようになったんですよ。あの僕もマジクソも毎回行きまくって、そう、あの、朝優香っていう子がおるんですけど、そう、認知されてすごく嬉しかったんですけど、これあれっすね、あの、グッズの列っすね。むちゃくちゃ並んでて、もうちょっと諦めましたね。買おうかなと思ったんですよ。えげつなく並んでたんでね。もうなんか、何キロ ?2、3キロぐらい並んでたんで、もう無理やと思ってやめました。すごいなと思う。そう、あの、SKE の朝優香っておるんですけど、なんか、それとか他のメンバーに認知されたんですよ。で、むちゃくちゃ嬉しかったんですけど、なんか距離ね、縮めすぎると、あのね、なんて言うんですかね、最初嬉しかったんですけど、なんか、だんだんなんかね、来ない時があるじゃないですか、僕がね。なんかね、すごい心配されるようになってね、なんかちょっと しんどいなと思って、なんかそうなってくると、わかります?なんか毎回行かないとってなるじゃないですか。なんかそれが結構大変でね、なんで来てないのみたいな感じのことをたまに聞かれるんでね、あの別に怒ってるとかではないんですけど、すごい心配されるんで、なんか嬉しいような、なんか申し訳ないような 気持ちになっていて、だから最近ね、坂道とかまあ、認知ね、なんかあんまり欲しくならなかったっすね。っていうかなんかもう、ある程度もう距離感でいいやってなっちゃったんで、そう、だからね、なんかもう、最近ね、あの握手会はないか、ないけど、なんかトークポート、トークレポートやったって、なんかオンラインツアーみたいなのあるじゃないですか。なんかあれもね、全然買わないんですよ、自分。いや、それが悪いどうこうじゃなくて、僕はでもね、なんかね、あんまりあれ好きじゃなくて、なんか距離感っていうかなんか雰囲気わかんないじゃないですか。その場にいないから。なんか昔握手会ってやったら現場行って直接本人と会うんでなんか、ああ今日はテンション低いなとか高いなとかなんか、ああ今日はなんか乗り気じゃないなとか察知するんですけど、あのね、オンラインのあれはね、すっげえわかりにくい。なんかね、空気感がわかんない。だからね、なんかね、変な空気になる時があるんですよ。なんか冷めたような、なんていうんですかね。一回日向でやったんですよ、それね。やったんですけど、なんかね、うまい感じの空気にならんくて、まあ自分が悪いのもあるんですけど、そう。あれってなっちゃって。だからね、もうちょっと勝ってないです、あれ以来。日向以来か。だから一回だけやったんですよ、もうそれっきりっすね。だから僕あんまりあのオンラインツアーみたいな嫌いなんで、そう。なんかあんまり得意じゃないなと思っちゃったんで。だから最近は僕は買ってないですね。他の人はみんな買ってるんですけど、自分あれね、買う気全然起こんないですよ。ほんまに。STE はね、なんかたまに、なんか握手会みたいなのを最近やりだしたんで、握手会なんか直接現場行って、直接本人と、なんかあの、クリアボードじゃないですけど、あの、仕切りあるじゃないですか。あれ越しで話すんですけど、あれはたまに行くぐらいですね。あっちの方がまだ好きですね。で、これ会場なんですよ。中っすね。結構、セットが豪華で、なんかすごかったです。なんか夜もむちゃくちゃ、ライトとか綺麗で、むっちゃ良かったですね。セトリもすごい良かったですね。自分これ2日目に行ったんか。そう、1日目外れちゃって2日目のやつなんですけど、セトリも良かったし、懐かしい曲からなんか最新の曲まで、なんか10年間振り返る感じですごい楽しくて、で、あの、何?卒業生。そう、卒業生も来てて、自分2日目ね、結構豪華やったんです、メンツが。白石麻衣やったかな?白石麻衣、西野七瀬、生田絵梨花かな?そう、なんか3、4人おって、後からもなんか何か出てきたんですけど、
むちゃくちゃ豪華で、なんかすごい楽しかったです。もう西野七瀬も好きやったんで、すごい生で見れてね、すごい嬉しかったです。で、これ帰りなんですけど、まあこれが綺麗なんですけど、マジで人やばかった。東京ドーム公演ぐらいやばかった。まあまだ広かったで、まだ若干マシでしたけど、まあ一気に出たんで、なかなかね、すごかったですよ。全然動かんしね。いや、やばと思って。で、横浜駅、新横浜か。もう入場規制かかっちゃって、すぐ帰れなかったんですよね。やばと思って、こんな感じで。いや、まあ綺麗なんですけど、マジ人多い。だから人数増えると嫌なの、これなんですよ。帰れないっていうか、さっさと帰れないんですよ。なんか若干時間すごいかかるって感じで。でも楽しかったっす。こんな感じ、むっちゃ綺麗でした。まあまたね、やってほしいなと思うっすね。日産スタジアムか。楽しみにしてます。